Liebe, pure Liebe, non rein. Du mich sommer, solle, Iber, fume, wein. Wo wirst du, young cost so queen? Zembuku, wo wasa, boomi, imbo, wein. Baini, harsa, zembuka, wa, pisha, mein. Wo stunko, wow, like a free.
We'll be right back.
Oh, baby.
zakaduis Se benda mazubahis Mwashi zeis Ne washi mi We'll be right back.
あ、聞こえた。すいません、音は聞こえてなかったかも。そうそうそう、これで排気になったところを、削って、で、ここは4つしかないんで、もうこれは作ります。どんどん排気になっていきますね。いいですよ。これも 4地区あるかな。これでいいと思う。あとは住宅をどこに建てるかですよね。住宅建てるか。あ、声とぶつかるんだ。だから作れない。赤字かな。わ、すごいな、かぶってるな、フィリーが。結構やばい。どうだよ、水は。水はまだ大丈夫だと思う。ゴミはどうだろう。全然まだ大丈夫かな。災害度も低い。ちょっと犯罪は警察を立てないとやばいかもね。全然。小学校ぐらいは立ててあげよう。生徒的にはいっぱい埋まってないからな。埋まったら考えるけどな。これはほぼ埋まってる。なんかすごい不満げですね。教育を受けてないのが36人ってやばすぎだろう。なんでいっぱいいっぱいなんかな。
だろうな、いっぱいいっぱいで、ちょうど建物だけ割り送って、大人、あの教育を受けてない大人が、行っちゃう。じゃあ高等教育受けてんの、これはひどいな、この格差。パルケに何の恨みがあるんだっていう感じだな。あ、ちなみに低層の方が確か住宅地が、たあの子供を出生率が上がるんじゃなかったっけな。これも教育受けてないしな、今んとこ。でも建物も建ったし、ファンシーショップもあるし、スマート系です。普通教育までは受けてるかな。ここ小学校は建ったから、小学校の方まではね、やるでしょう。あとこういう駐車場は、あの大きな建物に建て、大きな通り沿い建てた方がいいな。いいじゃないですか。どう、この辺はどうなんだろう。あ、なんか病気になってるけど、まあいいや。あとは、ここはもうやめて、ハロームーを、あ、それはわかるよな。どこまでを、工業区域にするかちょっと考えどころだな。この2つに関しては工業地帯にする。やっぱり何だったっけ、これバス車庫か。バス車庫は移動、急車、斜面が急すぎるって言われた、怒られた。
わらしいな。バスのルート的にはこの辺とかにつけられればベストだ。まあここら辺だと混むしな。ああここら辺がいいかもね。で、バス車庫は移したんで、出ちゃうんだよな。これ立てるとオフィス区画はやるべきじゃなかったかな。環境優しい東大だと思った一瞬。東大じゃなく環境優しいカーパリーだった。どうなんだろうな。内側をまず捨て、見捨てよう。ここが足りない言われてる。とりあえずこっち側を中心にやろう。こっち側はもう工業地は諦めよう。この高速道路こっち側は。ここはどうなんだろう。
と。で、ここの高速道路の車線数を100だな。これでどうだろう。道を作ってやったから動くんじゃないかな。とはいえだ。まあ、これで来てくれたらいいんだけど。近くはちょっと工業地帯はやめとこう。まだ早い。これもうちょっと待とう。デモドは？こっち側は見捨てるような捨てた方がいいのか。まあ見捨てた方がいいかもね。いやでも見捨てない方がいいのか分からん。こっち側にこれ入れちゃったけど、こっち側も降りてくるし、でも まあトラックの輸出用もあるからな。結構トラック雑魚できてるし、
なんだ。焦げ焼却炉じゃん。焦げ焼却炉はまずい。でもどこまでを工業を入れるかって言ったら駅が近いとこだから正直この通りまでは入れたいよな工業のは。ここも同様なんだよな確かに。住宅じゃないような気がする。じゃあまあ見捨てて構わないかな。出口がこっちから出てるしな。まあでもいいか。その困ってるけど。あるからな。焼却炉移動しよう。てか住宅を強制退去やな。工業いる欲しいよな。このエリア工業が欲しい。つけたいんだよな。だからここ降りたら、ここ降りたらこっち行く道がある。一方
そう、ここは見捨てるんだったよな、工業地としては不必要ってことで。ただな、見捨てる言うても結構悪くないんだよな。でもこっちだらまだあの工業地としてやる、こっちできればこっちかな、インターの近くになるべく集約したい。あとここ渋滞しちゃうからあんまり入れたくないっていうのもあるんだよな。渋滞になるやん。で、まあ感じかな。こっちの方がコストも低くて済むような感じはある。高速残すとしたらこっち側だろうな。
ここはもういいや。これなんだ、地価が低すぎますって出てる。まあそりゃそうだろうな、ゴミ焼却炉が隣にあるんだから地価は低いよな。工業地域を我々で保持するから、
違えた。さらにここも。内側を見捨てられるな。これはどう反応だ。これでいいんだろうな。住宅建とうとしないよね。ああ、まあ土壌が悪いのかな、まあ、からだからかな。これか、これここか。これがちょっと遠いかな。
こっちの区画でいないとなたくち捉えちゃってんだろうな。大丈夫だ、ゴミはちゃんと回収できてる。これなんだろう、無理だ。あ、いや無理ではないか。無理じゃないとなるとどこにその乗っけるかだろうな。
需要に関しては住宅の需要が多いわけで、降りてきたルートに関しては、ここはもう行ってるよね。でどうなんだ、捨てるべきなのか、
いや、これはダメだ、これは自由射精しないとここから入れなくなるから、こっちに一度入っちゃうからな、下手すれば渋滞ロボ、右右折を車が多すぎて渋滞ロボトになりかねないよな。あるのか、声を含めて気があるだったら売るよな。あ、そっちは見捨てた方がいいか。やばい、廃墟になってるやん。ちょっと待って、公園が全然ないんだ。ここはあの工業地のひどいとこにするつもりだから、工業ってだってミッターがここ降りて
近いところなのに、水をつけないとダメかな。まずいな、
ういうことだな。ここら辺だわ。でもなくはないんだよな。焼却炉じゃない、サウナか。サウナはここじゃなくて、これサウナあるやん、もともと。サウナあっては全然足りないってことか。まあでもサウナいらんよな、もう。
これってどうなんだろう。
らいはでも。が公平か。区域を広げるつもりはない。区域だって。そうだよな、知ってる区域のはず。ここはここと。ここはここもかな。ということで
辺は入り口だからな。で、これってあるじゃんかな。これ開けてもいいかも。
だいぶ以前に比べたかなり工場地域も待てばすぐ行けないんだ。出るよな。知的な勘違いか。
もう工業地域もだんだんと需要が出てくるようになったかな、ちょっとずつ、ちょっとだけだけど。ゴミ焼却炉が上がるのか、これは邪魔だ。血は大変。これが病気の原因になるから、工場もあるから、で環境が良くなるはずだから、非活性な微線
あ、燃えてる。ラップはいるな。なんだっけ、これ警察総部か。お、消防車がやってきた。さあ間に合うのか、間に合うのか。あ、なんか結構やばい状況になったな。この工場してるやん。あ、でも結構
こうかな。これ声作らないとダメだな。ちっちゃい規模でいいから。それでちょっとマシになるだろう。
やーでも工場が全然とりあえずここまでにできますかね。ということで、いや再開発と言ってもやっぱりなかなかあの既得権益そこをあの取り潰してっていうわけにはいかないんで、まあ、立ち退くのを待ってもらうしかないっていう状況ですね。お願いするしかないような状況なんで、
でお願いしてもらうしかないわけですが、少しずつでも、まあ、あの工業地帯が廃墟にならないように、頑張ったつもりです。ということで、インターチェンジ近くと、まあ、駅の近くはあの工業地を置いて、その周辺に商業地を置いて、さらにその近くで工場に近くないところに住宅地を置くっていう方針に変えつつ、なびくあの工業に関してはトラックに関しては あんまり高速道路街を出ないような運用にしてもらうということで、そういうふうなあの再配置を行っていこうと思います。ということで、人口も11もうすぐ12万人ということで、この晩はあの BGV 編でちょっと成長を見守っていきたいと思いますので、ぜひよろしければそちらも見て、時間ある時見ていただければと思います。アーカイブを残しますので、アーカイブで見ていただいても構いません。ということで、今回ここまでとなります。ツイッチで配信を行いました。ツイッチアカウントフォロー、リポスト、いいねお願いいたします。いや、アカウントフォローお願いいたします。プリーズマイツイッチアカウントフォロープリーズ。そして、YouTube にで、アーカイブ2日後ですので7日21時頃にアップロード予定です。ぜひ見てください。 YouTube チャンネル登録、高評価お願いいたします。 T
ティスライブアーカイブアップロードマイ YouTube チャンネル、マイ YouTube チャンネル、チャンネルサブスクライブド&グッドボタンプリーズ。旧 Twitter では X のアカウントを持っております。アカウントをリポスト、いいねをお願いいたします。 TwitterX マイアカウントプリーズフォロー&リポスト&グッドボタンプリーズということで、シティーズスカイライン、ライブ配信をお届けいたしました。ご視聴いただきありがとうございました。ゲーム動画でいこうでした。